今日はお疲れ様でした。入籍と結婚式も終わり、これで一段落ですね。そうですね、今日はとてもいい式でしたね。娘が幸せそうで、母親としてとても嬉しかったです。え、あの小さな式が？我が家の家柄的には少し物足りなかったですけど。そうでしたか。でも新郎新婦二人の希望だったと思いますし、二人らしい温かい式だと思いましたよ。ああ、あれは我が家が仕方なく合わせてあげただけですから。まあでも、ゆいちゃんのセンスを考えれば仕方ないですよね。子供のセンスは親のセンス次第でしょうし、美穂さんの影響なら彼女だけの責任じゃないですよね。今のはどういう意味でしょうか。いやいや、気にしないでください。ただもう少し上品な式を期待していただけですから。うちの家系の結婚式としては少しね。そうですか。美穂さんも式の間ずっと緊張されてましたよね。大勢の前は慣れていないのかしら。少し緊張しましたね。娘の晴れ舞台なので感動もしてたんです。まあ環境の違いだから仕方ないか。ゆいちゃんも我が家の嫁としてもう少し堂々として欲しかったし、これからはゆいちゃんにもうちの作法をしっかり教えないとですね。お手柔らかにお願いします。ゆいは素直な子なので頑張ってくれると思いますが、頑張るだけじゃなく結果も出してもらわないと困るんですけどね。まあでもこれで正式にうちの嫁、もうあなたの娘ではありませんからね。あまり心配なさらなくても大丈夫ですよ。そうですね、可愛い一人娘が嫁ぐのは少し寂しいですが、どうぞこれから娘をよろしくお願いします。これから私にお任せください。必要な時は私から連絡しますから、ゆいちゃんへの連絡は必要最低限でお願いしますね。もうゆいちゃんは我が家の娘になったということを自覚してくださいね。ではこれで失礼します。お母さん、こないだは結婚式に来てくれてありがとうね。結婚式の写真と動画をメールで送ったけど見てくれた？もう100回見てるわ。本当に素敵な式だったわね。ありがとう。あれから新生活はどう？落ち着いてきたかしら。それがちょっといろいろあってさ、実はそのことで連絡したの。私ね、向こうのご実家で同居することになったんだよね。そうなの？新婚なのにすぐ同居なんて。香織さんから強く希望されて断れなくて。そう、でも大丈夫？なんていうか少し厳しそうな方だと思うんだけど、同居なんて不安じゃない？正直すごく不安。結婚式直後から距離が近すぎるっていうか、早く子供を産むようにって言われてるんだよね。結婚したばかりなのに？それにそんなプライベートなことをずけずけと。まあでもきっと香織さんも私たちのことを思ってくれてるんだと思うの。ゆうとくんはご実家の会社を継ぐために頑張っていて忙しいし、仕事が落ち着くのを待ってから子供なんて何年先になることか。だから早めにって言ってくれてるんじゃないかな。ゆい、そんなに優しく考えられるなんて、我が娘ながらなんていい子なの。そんな風に言われると照れちゃうよ。ぶっちゃけ私も子供早く欲しいし、お母さんに可愛い孫の顔見せたいし。ゆい、その気持ちは嬉しいけど無理しなくていいのよ。子供は自分たちのために産むもんなんだから。わかってるって。でも香織さんとも仲良くなりたいから頑張ってみるね。同居も仲良くなれるきっかけ作りだと思うことにするよ。そう、でも辛くなったらいつでも相談してね。同居って想像以上にいろいろとあると思うし、心配してくれてありがとう母さん。こんな風に話せるだけですごく安心するよ。結婚して嫁いでみたけどさ、これからもこうやって連絡していいかな？もちろんよ、いつでもあなたの味方だからね。頑張るゆいが大好きだけど、でもあまり頑張りすぎないでね。うん、わかった。それじゃあまた連絡するね。お母さんいつでも待ってるからね。お母さん久しぶり。ちょっと相談があるんだけどいいかな？本当に久しぶりじゃない。あれから全然連絡がないんだもの。元気にしてる？何でも相談して。ごめんね、
いろいろと同居生活も忙しくて、それで早速なんだけど、出汁の取り方を教えてくれないかな。出汁の取り方？もちろんいいけど、もうゆいは完璧なはずでしょ？小さい頃から私が教えてたし。そうなんだけど、かおりさんに私のやり方おかしいって言われたんだよね。なんですって？私の出汁は薄くて味がないって、お母さんから丁寧に教わったし、結構自信もあったんだけど、あまりにもまずいって言われて、ちょっと自信なくしちゃってさ。何言ってるのよ。ゆいの出汁の取り方は完璧よ。お母さんはゆいが作るお味噌汁が大好きだし、出汁だけにね。もうお母さんたら。出汁の取り方は後でメモにまとめて送るわね。でもゆい、お母さん少し心配だわ。他にも何か困ってることとかあるんじゃない？うん、大丈夫。まだ同居生活に慣れてないだけだからさ。向こうのご実家はすごく大きいし、家事とかも結構大変なんだよね。もう少し要領よくできればいいんだけど。そう。でも無理しないでね。辛くなったらいつでも連絡していいんだからね。うん、ありがとう。お母さんの言葉で元気出たよ。それじゃあまたね。お母さん、ごめんね。突然だけど私、離婚することになっちゃった。え？どういうこと？またあれから1年も連絡なくて心配してたけど、そんな急に離婚なんて何があったの？子供ができないから用なしだって、そう香織さんに言われて思い出されちゃった。なんですって？毎日のように子供のことを言われて、私なりに頑張ってたんだけど、全然できなくてさ、香織さんが、もう我慢の限界、使えない嫁は出ていけって。使えない嫁って、なんてひどいこと。実は料理も掃除も何をしても怒られてたんだよね。とにかく私のやり方全部気に入らないみたいで。なんてひどいの。旦那のゆうとくんは何も言い返してくれないの？うん、彼も早く子供を欲しがってさ、1年経っても子供ができない嫁は必要ないって言われちゃった。彼のことを信じてゆいのことを託したのに。ゆい、あなたは全然悪くないわ。むしろよく耐えたわね。今すぐ実家に戻ってきなさい。え、いいの？もちろんよ。全部あの人たちが間違ってるのよ。あなたを傷つけた人たちが悪いの。だから自信持って戻ってきなさい。お母さん、情けない娘で本当にごめんね。お母さんに使えない嫁は出ていけなんて言われて恥ずかしいよね。ちっとも恥ずかしくないわよ。早速復讐しないとね。え、ゆいは何にも悪くないわ。恥ずかしくないし、私の自慢の娘よ。そんな娘をここまで傷つけて、このまま許すわけにはいかないわ。お母さん、大丈夫。お母さんが全部なんとかするから、あんたは早く荷物まとめて帰ってきなさい。本当にありがとう。こんな情けない娘を怒らないで受け入れてくれて。だから何も情けなくないって言ってるでしょ。うちのゆいをここまで自信喪失させるなんて、もうお母さん絶対にあの家族を許さない。調子に乗ったババアの制裁は同じくババアに任せなさい。かおりさん、お久しぶりです。ゆいのことですが、離婚の話を聞きました。あの子のことね。あなたには悪いけど、本当に使えない嫁だったわ。だから離婚されても仕方ないわよね。そうですか。具体的にはどういったところが使えなかったんでしょうか。どこに出しても恥ずかしくない娘に育ててきたつもりですが。まあ、いろいろとあるけど、一番は子供ができないところね。やる気がないのかしら。お宅みたいな庶民の家で生まれ育った娘を嫁として迎えてあげたのに、せめて嫁の務めぐらいは果たしてほしいわよね。そうでしたか。それに庶民ゆえに家事も全然ダメなのよ。出汁の取り方も分かってないなんて、ある意味あなたの育て方のせいで離婚したようなものね。なるほど。お料理のことはとても大切ですもんね。そうよ。食事は暮らしを支える大事なもの。1日3食、出汁から取って最低10品は出さないとね。最低10品？まるで料亭のフルコースですね。それくらい我が家のレベルを考えたら当然でしょ。まあ庶民家庭なんて、おかず1品の貧しい食事が普通なんでしょうけど。そういう時もありますよね。疲れ果てて卵かけご飯で終わったりとか。まあ
そんな貧乏食事、我が家じゃ考えられないわ。やっぱり生まれや育ちが違うと全然ダメね。でもこれでお宅の娘さんが離婚される意が分かったでしょ。ええ、十分分かりました。娘の離婚に関して異議はありませんし受け入れます。その代わり、もう当店のご利用は遠慮ください。出禁リストに入れておきますね。え、当店って？いつもご主人には当店を贔屓にしていただいております。ですが、もう二度と利用しないでください。生まれや育ちが違うと全然ダメ。きっと私の店の味はお宅には理解できないと思いますので。ちょっと待って、どういうこと？どこのお店の話をしてるのよ。ご主人がよく利用している割烹料理緑野でございます。私実はそこのオーナーなんです。え、緑野ってあの超高級料亭の？庶民でも料理にかける思いはそれなりにありますので、ありがたいことにお店をここまで続けることができました。そんな嘘でしょ。だって本当に主人がよく使ってる店じゃない。取引先の社長やここぞって時に使うお気に入りの一流店よ。一流だなんて恐れ多いですね。ただの庶民がオーナーとして経営しているだけですし。いえ、お店の表には出ていませんが、オーナーとして裏方を仕切っております。ですがオーナーとしてそれなりに料理技術は積んでおります。もちろん出汁の取り方だって自信があります。あのもしかしてゆいちゃんの出汁の取り方って？もちろん私が惜しみなく教えています。うちの店の看板板前も認める腕前ですよ。でもお宅のお口には合わなかったようですね。いやー、嘘でしょ。そんな私たらなんてこと。母親として女として店の経営者として娘は厳しく育ててきました。私の自慢のどこに出しても恥ずかしくない娘です。ですがその娘が気に入らないのなら仕方ないですよね。その離婚を受け入れます。ですが今後二度と我が家に近づかないでください。待って、美穂さん、あの離婚はちょっと勢いでいただけっていうか本気じゃなかったのよ。ということは冗談で娘を追い出したんですか？冗談で使えない嫁だと言ってたんですか？え、格式高い家の冗談は庶民には高度すぎて笑いませんね。申し訳ありませんが、たとえ冗談でも娘を傷つきました。どうぞこのまま離婚の方向でよろしくお願いいたします。そんな、待ってちょうだい。あの、いっとちゃんと話し合いましょ。話し合うことはありませんし、もう顔を見たくありません。え、それではご主人にもよろしくお伝えください。使えない嫁の母親の店なんて格が違いすぎますもんね。お宅のレベルに合わないと思うので、ご来店いただかなくて結構です。来月の予約も取り消させていただきます。来月予約もあったの？ええ、大事な取引先の方と利用したいと伺っていました。ではこれで失礼いたします。美穂さん、お願いです。どうかお店の出禁を解除してください。どうしたんですか、香里さん。うちの出汁はお口に合わなかったようですし、無理に利用しなくていいんですよ。いえ、大変美味しい料理で、主人も取引先の方もいつも大満足です。なのに、こんなことで出禁なんて、このままでは主人の仕事に大きな影響が。そんなの大げさですよ。たかが飲食店一店舗を出禁にされたくらいで、それが大げさじゃないんです。もう美穂さんのお店を出禁になった噂が広まってるらしくて、お宅のお店は他の経営者の方もたくさん利用しているじゃないですか。そこを出禁なんて何かやらかしたんじゃないかって言われて、料金踏み倒して経営が危ないんじゃないかって変な噂も出てるんです。あら、それは大変ですね。主人は恥をかいた、取引先に笑われたって怒っていますし、どうかお許しください。これ以上会社の信用を落とすわけにはいかないんです。そう言われましても、お宅のせいで娘はもうすでに社会的信用が落ちたかもしれませんし、わずか1年ちょっとで離婚、しかも子供ができず、家事もおろそかなせいだと難癖をつけられて、そのせいでバツイチなんてかわいそうですよね。本当に申し訳ありませんでした。離婚の話は白紙に戻します。もう一度我が家で嫁として迎え入れますので結構です。
二度と娘に近づかないでください。そんなことおっしゃらずに、もしかしたら娘さんはまだうちの息子を愛してるかもしれませんし、意外と復縁できることを喜んでくれるかも。一度娘さんに聞いてみるだけでも。復縁なんてしたくないですね。私はもう二度とあなたの顔も見たくありません。え？どうも久しぶりです。使えない嫁だと追い出されたゆいです。やりとりは隣で見させてもらいました。ゆいちゃん、お願い戻ってきてちょうだい。我が家の嫁としていっぱいになって欲しかっただけなの。ちょっと厳しくしすぎただけなのよ。あれがちょっと、私の家事すべてに難癖をつけて、時には母も侮辱して、それが嫁教育の一環として認められるとでも。私はできる限りご期待に応えようと努力してきました。それでも私を認めてくれることはなかったですよね。あなた方の本性は十分わかりました。復縁なんて絶対にしないので、二度と関わらないでください。そんな。世間体を気にしているのか、その後は香織さんたちから何も連絡はありませんでした。娘には、今まですみませんでした。と多額の慰謝料が振り込まれたそうです。しかし、うちの店を出禁になったせいでの風評被害は想像以上で、香織さんはご主人から、お前のせいで取引先や同業から陰で笑われてる。どうしてくれるんだ。信頼回復しなきゃ離婚だからな。とぶち切れられ、息子さんからも、俺の再婚相手はいつ見つけてくれるんだよ。噂のせいで女の子たちから避けられてるんだけど。と責められ、必死に離婚されないように泣いて謝っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。